邸宅への襲撃で多くの負傷者が出たために治療用の物資がそこをつきそうなんだ。頼む、ケリガーまで行って物資を分けてもらえるよう錬金術師のコルマンに頼んでくれないか。一刻を争うから急ぐよう伝えてくれ。怪我人の世話で手一杯で大変だろうな。送れるものは全部まとめてすぐに送ってあげよう。給料は俺の故郷だが、サンクチュアリはこのところ危険でな。それに親は二人とも年を取ってしまって家を守れていない。様子を見に行きたいんだが道中が危険すぎる。あんた親父のところに行ってくれないか。名前はフェランだ。俺を必要としているか気になってたな。街中では無理だ。まだ無理だ。エネルギーが少ない。
離れ離れになって仲間を殺されたわ。私ももう長くは来た。時間がいる。解析は役に立たなかったぞ、ドリド。コリと話したのか。あいつが自分に家族があることを覚えていたとは驚きでない。あの怠け者は働こうとしないから追い出したんだ。それ以来何の音沙汰もなかった。あいつはケリガーに残った方がお互いにとっていい。見ればわかるだろう。妖刀の獣がまた襲ってきたんだ。八つ当たりしてすまない。襲われるのは今月で5回目だ。もうこれ以上耐えられん。あそこにいるドルイドが結界石を持ってきたんだ。妖刀の獣どもを寄せつけないためだし。まっとうな仕事をする気があるなら手を貸してくれないか。報酬も払うが注意してくれ。あいつらの仲間が襲ってくるに違いない。心配するな。調べよう。悩みといえばあの忌々しい妖刀の獣どもだ。やつら年を追うごとに増えやがる。それとハローフィールドも雲の巣窟と化している。まあ給料の農夫は苦難には慣れてるからな。自分らの問題は自分らで解決する。ドルイドたちは昔ここに住んでいた。アスタロスが来て以来我々を見捨てたんだ。彼らなしでもここまでやってこれた。ドルイドが悪いとは言わないが、ひよっこにどうこう言われる筋合いはない。アスタロス以前の話を聞かされながらここで育ったが、あの時代を取り戻すためにここを離れて彼らのやり方を学んだ。総地給料は長い間保護と導きを受けずにいた。それを変えたいのだ。私が去った時も状況は悪かったが、今回はもっと悪い。昔はカズラが丘から降りることも狼男が出ることもなかった。だが今は違う。全てを覆い尽くす影が現れ始めたのだ。他の連中はまだ何も話してくれないが、とにかく警戒は怠らないようにな。
時間がいる。エネルギーが切れた。時間がいる。エネルギーが必要。まだ無理だ。エネルギーが少ない。時間がいる。足りない。時間がいる。
まだ無理だ。アルタイルの魔法がどの程度効くか見ものだ。自分なら妖刀の獣でもしっかり抑えられるような手段を採用する。獣どもは丘陵の南端の穴に移動した。奴らはブラックホーンと呼ばれるデカ物に率いられている。ペあいつの頭を棒につけて晒しておけば丘陵を狙おうとする奴らへの見せしめにもなる。時間がいる。まだ無理だ。時間がいる。狼の声が聞こえる。終始俺を取り囲んで這い回って仲間になると苦しめるんだ。まだ自分を保てている。でも助けが欲しいんだ。この間サラットの巣窟を一掃するために大聖堂の騎士団がやってきた。彼らはアミュレットを持っていたが、狼が近づくと静かになるんだ。騎士団は戻ってこなかったが、そのアミュレットを見つけてくれないか。姿は見えないが遠吠えが聞こえるんだ。あいつらを追う者は自然へと消えていく。ドルイドのアルタイルが助けたいと言っている。だがドルイドは信用できない。我々を見捨てたんだ。他の人に頼まなければ。無理だ。
丈夫。まだ無理だ。時間がいる。エネルギーが切れた。まだ無理だ。まだ無理だ。時間がいる。まだ無理だ。時間がいる。時間がいる。まだ無理だ。エネルギーが尽きない。まだ無理だ。
まだ無理だ。大事にしてください。接近戦だろうと遠距離戦だろうと何でも揃ってます。群れの守りある。今は作れない。いい匂いだろう。ターメリックに生姜、サフラン。魔法は善でも悪でもありません。どんな御用でしょう。石に力が宿っています。ご覧ください。サンクチュアリ1の宝石です。残念だな。もう一度試すか。おっと、残念だったな。残念だな。おっと、残念だ。悪くないのを引いたな。